こんにちは、ゆりです。こんなところに立たせて何ですか。最近よくショート動画とかで見るんですけど、はい、ある音楽番組、まあカラオケ番組あるじゃないですか。あの竹中雄大くんが優勝した、あ、優勝とかあのクリアしたやつか。そうです、そうです。100万円ぐらいです。そうちょっとゆりチャンネルもやりたいなと思って雑にやろうかなと簡易的バージョン。なるほどね。あの出た時をね、俺がもしも出るかもしれない、出た、もしも呼んでいただけて、うん、出るときに100万円持ってあげるように。そうです、そうです。100万円もらえるんでね。そうですね。 10連チャンだっけ、あれ、まあ、何回かクリアすればもらえるという。いいよいいよ、来いよ。サビだけでいいから。オッケーオッケーオッケー。難しい曲歌ってもらおうかな。いいよいいよいいよ。曲はもう任せるよ。オッケー。ただ俺が知ってる曲にしてくれさすがにね。ずれたことないけど俺大丈夫かな。ブルーの俺ドンテーバーずれないんだよゆうりチャンネル。じゃあまず1曲目いきます。何ですか1曲目。スピッツのロビンソンさん。わかります、ロビンソンロビンソンスピッツさんのロビンソンで。びっくりしたあれって原曲禁止針なのかな。原曲でいいでしょさすがに。何連チャンにする。5連 ?30 ぶっちゃけ言っていいかな。お前ふざけんな。1回は言ってもらおう、とりあえず。まあ、これ、様子見で1曲目いきます。わかりました。じゃあ1曲目、聴いてください。スピッツさんで、ロビンソン。チャンネル。ミスターチルドレンさんいける。いける。いける曲探そう。まあそうだね。抱きしめたい。抱きしめたい。たださ、ライブバージョンも聴いちゃってるからさ、そのさ、わかる？まあまあ、まあ、CD なんて意外と難しくない。まあまあ確かに確かに。いい音するんだね。だこれ。いきますか。オッケーオッケー。じゃあサビ。マジむずいな。むずいね。違うでしょ。もうちょいサビ前からにしてほしいよね。テプロでバロジー。いや、諦めるテレビはすごいね。ちゃんとやってくれるもん。どういうこと？
テレビはちゃんとさ、こう他の部屋の音とか拾ってくれる。そりゃそうだね。テレビだったら拾わないから、そいつだけ、そいつのうるせえアーティストの歌だけでやってくれるから。来い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 、いきますか。来い来い、いきます。最後も絶対あったよね。あったよ。え、違う違う、歌聴いてて気持ち悪かった。気持ち悪くないけど。でしょ、ちょっと低いなと思ったけど。いや、そうだけ、ちょっと低いなとは思った。いや、もう一回行こう、もう一回行け、頼む。出してるよ。いや、あ、怖い怖い怖い。だから多分、だから俺の頭の中の音と原曲が違うんだ。違う曲言うと。お前が間違ってる。イノセントワールド。ミスチルでも一曲行こうよ。そうだね。ミスターチルドレンさんもさすがに。ねえんだよ。じゃあ次行こう。何の曲にする？お前さ、変えるの？シーソーゲーム、シーソーゲーム。シーソーゲーム。言ってくれよ、普通に。スピッツは1曲クリアしてるよ。あとビーズでしょ。スピッツ、ミスターチルドレン、ビーズ。1アーティスト1曲みたいな。そうよ。違う違う違う、これ、レンチャンっていうゲームなの。来い。来いじゃん。シーソーゲーム。いけ。かっこいい、この曲。かっこいいね。ライブ行ったけど最高だった。お願いします。やんないでほしい。いやいや、ガチでやってる。歌い始めて。分かった、そこまで言うの分かった。やってくれ。はい。あ、俺が何でもいいよ。何の曲？あんたの曲かな。俺の曲何か。何がいいかな。恋人じゃなくなった。うわむずいとこついてくるやん。まあ余裕だけどね、見ちゃうよ。いきまーす。待っていた日、別れようと思う。ちゃんとやってくれてる、ちゃんと聞いてくれてる。だってお前今一回も間違ってなかったもん。自信持って。も間違ってないよね。間違ってない。俺も間違ってないもん。間違ってねえんだよ俺ら。そう。あ、そう言っていい。あ、いやいや。来い、サビ来い、サビ来い。行くぞ。マイク通して歌えよ。おいおいおい、今の合ってたよね。合ってた。俺はね、隣の部屋入ってきてんだよ。ああ確かに。やっぱさ、ジャムってすごいよ。すごいね。他の部屋の音拾っちゃった。確かに拾っちゃってるね。すごいよ。確かに。俺っておすすめです。おすすめです。皆さん多分ぜひ出してください。はい。別れようと思ったに。やっぱテレビって、うん、周りに歌ってる人誰もその人しか歌ってないわけじゃん。そうだね。だからちゃんとやってくれると、うん、カラオケボックスだと他の音入っちゃうから。確かに換気扇とかね。うん、高いもん。確かに確かに、わかる。いや、俺が作れるのは、
だけどね。ああ、下。下なんだ。ハモリ得意だからそっちが聞こえちゃう。そういうことか。怖っ。次行こうぜ。マクロさんって、はい、バラードだから。ああ、確かに。これいけると思うよ。俺もいけると思うよ。つかもういけてるし。確かに、もういけてる。いけると思ってたの、いっちゃってる。いっちゃってるんだよ。いきますよ。本当に申し訳ございません。申し訳ございません。あのやっぱりね、雄大君すごいってことが分かりました。すごいね、うん、実際ね、もう無理ほぼ成功してないのほぼ。いや、スピッツ、チェリー、まあまあまあ、何回かやってね。雄大君もう一発で全部いってるから。チェリーだな。周りの音鳴ってないから換気扇ついてないと思う、うん、こっち流れてるから。確かに雑にやりすぎしました。ごめん、申し訳ございません。いや、滑舌悪さ。ぜひ本気のテレビとかで呼んでいただけたら、ね、はい、クリアできると思うんで。出ません。出ねえのかよ。出ません。出ねえのかよ。あのテレビって猫かぶってるから。まあそうだね、確かに。よくない、かぶった方がいけんじゃないの。最後一回かぶってみる。あ、いいよ、かぶろう、かぶろう。かぶってビリビリ、うん、テレビバーやります。ビリビリ行こう。テレビバービリビリオン。別れようと思ったに。今から猫かぶるんで、ちょっと緊張してるかも。来い。触れないな、僕が生きてる。この時間は50以上の価値があるでしょう。生きてるだけで丸儲け。だから呼んだら事故ります。猫かぶってこれなんで。猫かぶってこれ、呼ばないでください。この番組出たら恥かくもね。ほんとだ。まあそんな感じで今日の動画終わりたいと思います。はい、ゆうだいくんおめでとうございます。おめでとうございます。チャンネル登録とグッドボタン、皆さんまた明日。チャンネル登録お願いします。